ございます。さあ今日もお元気でお過ごしでございますでしょうか。ちょっとね今日寒い感じですけれどもね、あのありがとストレッチで体をほぐしてまいりましょう。はい、このありがとストレッチはですね、私シスターひとみがですね、私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしているスーパーパントマイム伝道師のシスターひとみです。シスターひとみが開発しました愛してる大好きありがとうの言葉をボディに言いながら行うストレッチ、この効果抜群抜群抜群でございますのでやっております。とってもいいですよ。はい、ということで早速参りましょう。今日もあっという間にねできますよ。これ習慣にしていただくとね、ボディが変わって人生が変わる。はい、ということでやっていきましょう。まず一つですね、一つ、前回に引き続き一つご説明させていただきます。今日はね、くるぶししごきまでこの間行きました。今度はももを持ち上げてですね、もも裏ゆさゆさいきます。ちょっと音が大きい、ちょっと待って。はい、もも裏ゆさゆさのご説明をします。もも裏ですので、お膝を上げたらこのももの裏面ですね、ももの裏面に4本の指をがっつり刺してゆさゆさ動かす。で、これ上半身もゆすってください。上半身も一緒にほぐしてますので、ここをぐさっと持ったら、背筋を伸ばしてゆさゆさこうゆする。はい、グイ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 、これ8カウント行うのがもも裏ゆさゆさ。まあももですね、お尻さん、この座骨さんからもも裏お膝さんまでのこのラインをですね、グイ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 ゆすってあげるということでほぐしていきます。はい、ということで今日はもも裏ゆさゆさまでいきました。はい、バッチリですね。はい、では早速ビフォーアフターをチェックしていきましょう。ビフォーアとアフター重要でございます。あのビフォアをチェックしてアフターをチェックするとですね、違いが出てます。ボディに違いが出るとですね、それが変化を知るとモチベーションにつながります。モチベーションがつながると継続につながる。モチベーションがないとね、継続しないんですよ継続しないとボディが変わらないんですよ。ボディが変わらないと全然人生も変わらないからね。継続、ビフォーアフターをチェックして継続して、でそして笑顔で来ないと本当に人生が変わります。はい、では行きましょう。早速、はい、長座をセットして、ボディのチェック、こんな感じ。わあ、今日はシッターもちょっとね硬いですよ。ここ背中の位置が張っております。背中の張りやもも裏の張りも覚えておいてください。そしてつま先の手の位置、いろんな方いらっしゃると思います。遠い方は遠いなりで全然大丈夫です。ここが変わってきますので、はい、シスターはこんな感じ。あとお膝の裏の隙間、ほら手のひら1枚分今シスターも入ります。はい、あとももの張りがですね、ももが丸っこい感じになっております。その辺の張り具合と、かかとからお尻までの足の裏面のね接地面、こうなんかちょっと接地面がちょっと少ないなみたいな感じもちょっと覚えておいてください。はい、では早速いきましょう。左足さんの上に右足さんを乗っけます。足の指の指さん、親指さんと人差し指さんを横に開いて縦に振るところからいきます。愛してる大好きありがとうの言葉をですね、2回言うと1/8を行って大体ほぼ全部進んできますが、後半ですね、腰回りになってきた時に2/8になる場合があります。その時はシスターが1/8と声をかけていきますので、そしたら2/8にしてください。はい、では指先を横に開いて縦に振るところから、では行ってみましょう。行ってみよう。おー、せーの、愛してる大好きありがとう、声出してどうぞ。お隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。お隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。お隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。手と足握手、はい、指と指で握手します。足の甲を持ってつま先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、ボディごと愛してる大好きありがとう、土踏まず下側を持って同じことを、せーの、愛してる大好き、上半身も使ってね、まあ、もう愛してる大好き。ではくるぶしを持ちます。足振り、愛してる大好きありがとう、上半身使って縦振り、愛してる大好きありがとう、ボディいいもの使ってね、はい、足首回し、愛してる大好き、これも肘も使って、ありがとう、ワンモアエイ
和も愛してる大好き、ありが、反対回し大きく、愛してる、くるぶし掴んでます、ありが、肘大きく、愛してる、大好き、ナイス、手を離して足振り、足首持って、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、足だけ振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でナイス、はい、右足のふくらはぎさんを床の方に置きます、左足さんは後ろ、右足のふくらはぎさん、きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、体重かけて、はい、愛してる、大好き、では結界さん、膝のちょっと上、愛してる、大好き、体重乗せて揺すってね、はい、愛してる、大好き、内ももさん、いきますよ、どうぞ、愛してる、大好き、内もも全体をどうぞ、愛してる、大好き、でお膝を立てます、お膝を立てて両方ひっくり返して、今度右足のふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる、大好き、声出していこう、愛してる、大好き、ではそのままお膝を立てます、はい、ではふくらはぎ下側親指でどうぞ、愛してる、大好き、親指でぐいぐいほぐしてね、愛してる、大好き、はい、では膝下ゴリゴリグーでほぐします、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝上どうぞ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お皿周りどうぞ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、どうぞ、膝裏ぐさぐ、無理、今やったね、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、では今度内ももゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ガッツリ持ってゆすってね、愛してる、大好き、もも外どうぞ、愛してる、外も同じ、ありがとう、ボディ使って、愛してる、大好き、ありが、膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、膝裏をぐいぐいほぐします、ありがとう、持ち上げて膝下ブラブラ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、ではこの足を伸ばして、もも上ぐいぐい、ももの上をぐいぐいほぐします、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、つま先を膝を内側にして、ももの外側です、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ではここツイートはもういきましょう、愛してる、大好き、ありがとう、手のひらでもいいですよ、愛してる、大好き、はい、では左足のくるぶしさんを乗っけて、くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ボディイモを使って、ワンワイト、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、ではお膝さん、この足を後ろに畳んで、骨盤の横、今マーメイド座りでございます、右の腰骨のところに手を当てて、ぐんと落としたところをグギ、せーの、愛してる、大好き、声出して、はい、愛してる、大好き、体重乗っけて、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、はい、では背筋を伸ばして、骨盤転がし、左のお膝さんの横に左手、右手お尻さん、骨盤を倒します、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、左手さんを左の腰の横、背筋をね、こうまっすぐまっすぐに伸ばして、骨盤をねじります、せーの、愛してる、大好き、骨盤ねじり、愛してる、大好き、ワンモアエイト、愛してる、大好き、背筋を伸ばしてね、愛してる、大好き、ナイス、いいです、 OK、 これで右手さん終了です、素晴らしい、はい、パチパチ、右手さんで右足さんいいです、はい、ではチェックタイム、片足やったらチェックを必ず入れますよ、そうするとね、左右の差が分かります、はい、右手です、せーの、おお、だいぶ降りました、背中も緩んだ感じ、はい、左足さんはまだこんな感じ、うん、背中の位置も高いですね、右手にするとこう落ちるんだけどね、
はい、では膝裏も 右足さん、落ちてますね。で、ももも広がった感じ、楕円になった感じになってます。左足さんはまだね、膝さんが高いです。はい、ということで違いが出てると思います。違いが出たらコメント欄の方にね、お書きいただければと思います。はい、一瞬水分と摂取どうぞ。いただきます。水分はね、いつでも取ってください。デトックス、老廃物をね、出したいので、水分はいつでも取る。そして笑顔で行う。はい、笑顔にすると呼吸ができるんですよ。呼吸ができるとボディが緩む。ストレッチはボディを緩めて行いたいので、ずっと笑顔で、で、愛してる、大好き、ありがとうを言ってると呼吸がね、自然とできますから。それでどうせなら良い言葉を使おうということで、これ始まりました、ね、良い言葉を使っていくとボディさんが喜びますはい、では水分取りましたでしょうか。では左足さん側いってみましょう。はい、ではチェックタイムから入ります。左足さんも伸びしろたっぷりです。はい、ご自分のボディは伸びしろたっぷりって言っといてください。そうするとね、ボディがね、伸びしろたっぷりなんだっつって、その気になるこれ重要ですよ。はい、では左足さん、あ、右足さんの上に、あ、チェック、左足さん今こんな感じ。右手さんも結構深くいけるね。はい、じゃあ右足の上に左足さんを乗っけて、指を横に開いて縦にグイグイやるところから。はい、行きましょう。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指。愛してる、大好き、ありがとう。ぐいぐいどうぞ。手と足握手。はい、ぐさ。足の甲を持って、つま先ねじり、せーの。愛してる、大好き、ボディーごと。はい。愛してる、大好き。はい、足、土踏まずの下を持ってねじって、愛してる、大好き。ボディー、上半身も大きく使うと、さらにストレッチができますよ。はい、くるぶし持って足振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、持ち上げて足首回し。愛してる、大好き、大きくね、肘も大きく。愛してる、大好き、力みを抜いて反対回し。はい、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔で声出して、愛してる、大好き、ナイス。はい、手を離して足振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、足だけ振り。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、左右。愛してる、大好き、ありがとう。ボディーもありがとう。はい、ではチャレンジタイム。両手両足振り、背筋を伸ばして、はい、ボディを斜めに倒して、両足上げて、両手をアップ、盛大に振る。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。と、愛してる、大好き、ワンマンセット。はい、愛してる、大好き、背筋を伸ばして、愛してる、大好き。はい、ポーズ、チョキのポーズ、 V でポーズ、あ、だいぶいいです。はい、ついでにいいです、ポーズいいです。はい、ありがとうございます。いや、下のボディもかなり、もうほぼ復活しましたよ。もうちょっとだけですね。はい、では左足さん、ふくらはぎです。はい、体重乗っけて、キュウリの塩もみ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、結界さんどうぞ。愛してる、大好き、膝のちょっと内側。はい、愛してる、大好き、内ももどうぞ。愛してる、大好き、あ、体重関係って痛い痛い、愛して、痛くてもいいです、ありがとう。はい、ではお膝さんを立ててひっくり返します。キュウリの塩もみ、外側です。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではお膝を立てます。ふくらはぎさん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お皿周りゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、もも裏ゆさゆさ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、内ももゆさゆさ。愛してる、大好き、ありがとう。掴んでね。愛してる、大好き、
桃外ゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝下ブラブラ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではももを伸ばして、もも上ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、体重かけて、愛してる大好き、ナイス。土踏み、お膝、つま先内側で、もも外ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモエイト。はい、愛してる、ここ念入りにやりますよ。はい、愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの足を、右足くるぶし、くるぶし動き、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ボディが温まったね。愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの右足を下ろして、左足を畳みます。マーメイド座りさん、背筋を伸ばしたら、左の腰体重かけて、せーの。愛してる大好き、ありがとう。後ろ足の方です。愛してる大好き、ナイス。ワンモア、ワンモア、愛してる大好き、ここもツーエイト。はい、愛してる大好き、笑顔でね。背筋を伸ばします。骨盤転がし、右のお膝さんの横に右手。はい、腰です、せーの。愛してる大好き、お尻ペタ触って、愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばして、骨盤ねじり、腰と肘と肩、背筋を伸ばします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では両足骨盤転がしです。はい、マットをですね、重ねていただいて、背筋を伸ばします。はい、歩幅、足の歩幅ですね、肩幅よりも少し広め。背筋を伸ばして、骨盤を大きく動かします。いきましょう、せーの。愛してる大好き、ありがとう。両足骨盤転がし、大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、最後クイックです。頭の位置をその位置で、骨盤を前後、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ボディが熱い。愛してる大好き、ありがとう。はい、ではできました、すべて終了。いいです、ポーズいきましょう。背筋を伸ばして、ボディで後ろ、はい、片足アップ、反対もちょっと上げる。手を丸く、でボディをカメラの方に向ける。あ、いいです、みんなで言う、せーの。いいです、ナイスです。ちょっと丸がこんな感じ。はい、ありがとうございます。足を変えてもいいです、足を伸ばしてもいい。はい、バッチリ、ありがとうございました。頑張った自分とみんなに拍手、イエーイ。はい、ではバッチリ、では足チェックです、最後です。おー、左足も伸びたね。はい、行ってみましょう。うん、だいぶ伸びました。右足も伸びました。お膝の裏はどうでしょう。隙間も、うん、高さも落ちてきました。ももさんも伸びてきたね。バッチリです。はい、いいです。さあ、いかがでしたでしょうか。ボディの変化を感じたらね、コメント欄にお書きいただければと思います。さあ、ということで、このありがとうストレッチ、また今日火曜日、水木金と朝9時からやってますので、ぜひご参加ください。そしてシスターの告知、はい、まもなくでございます。シスターひろみイデスビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字、3月26日14時と18時、場所は、新大久保、新宿新大久保スタジオエヴァ、シスターのスタジオです。そこでですね、このひろみの日の字っていう公演が、私の東京マイム研究所でパントマイムを修行していた時代の修了公演、2年修行して、その後
あの最後にね、自分で企画して卒業公演する、初のソロ公演っていう企画ですね。それをやった時の映像が残ってまして、それをみんなで見るという回でございます。で、私の師匠でありました並木孝雄先生っていう素晴らしい先生がいらっしゃって、その方のお姿もちらっとね見ることができるという素敵な回でございますので、ぜひぜひ見にいらしてください。概要欄に詳細入れておきます。こちらシスターの、こちら何ですか、QR コードQR コードで見ていただいてもいいと思います。ぜひぜひ楽しみ、今度の土曜日です。わー、あっという間やね。はい、あのもう桜がね、その頃は咲いてるかなと思います。ぜひ見に出してください。はい、ということで、いやバッチリ、今日もバッチリできました。ボディ、あの本当ストレッチってね、反復です。一回やっただけだとボディは変わらないからね、それをつな続けることで変わっていきます。はい、継続は力なり。おー、はい、ありがとうございました。では、素晴らしい、チューズデーをお過ごしくださいね。ごきげんよう。Have a nice day. 今日もありがとうございました。ごきげんよう。Have a nice day. チャオ。バイバイ。